私と勉強した時間。文野綾という同級生はいません。本当にいないんです。知りません。私はあなたの…では…個人情報だから15年前の松江大庭…名簿は50音順になっています。女子は文野綾がいるとすると18番のダメに決まっているでしょ。撮影もコピー本物ですよ。ここに私、嘘はついてませんよ。これで分かりましたよね。あなたの調べている文野綾とはこの25年前の新聞記事です。文野綾という女子高生、あなたは誰かにからかわれたんですよね。だからありません。私は仕事、何をしているんですか。名簿を返してください。もう帰ってください。いらっしゃい。あ、おとといの兄ちゃんか。今日は何にしやす？大食いに挑戦したらどうですか？30分で山田のおろちそばを何杯食べられるか挑戦。15年間破られない記録でやす。お題はいただきやせん。挑戦。
まってやす。全部昨日はしじへい、しじみ丼を一つ。お待ちどうさま。兄ちゃん、どげだったや。面白いこと言うな。そうは噂じゃなて、事実だ。違いやすね。20代後半くらいの女でやすよ。それはあっしは目利きでやすから。三平は幽霊情報をブログに書いちょうだ。違いやす。そうだ、これを渡すのを相撲足腰のスタンプラリーのだ。新事故湿疹と言われる新事故の名物。相撲足腰の巣は鈴木、もはもろげえび、うはうなぎ、あはあまさぎ、しはしらうお、こはこい、しは そういう。それは人探しの進展はどげなった？ひえーすす。コンビニでやすね。そうなら丸腰だ。格安で食べ物を提供。
兄ちゃん、今日も店長、どこの兄ちゃんは半額でいいが。私は人を殺してしまいました。君へ。梅雨が明けて松江は蒸し暑い日が続いています。そちらはどうですか？今日はクラスメイトのサル君のことを書きます。サル君は野球部の大黒柱、県大会の決勝戦で大活躍。試合は負けたけどスタンドで応援できて楽しかった。サル君は少し気が荒いけど根は優しい人です。私は彼に悪いことをしたかもしれないんです。でもそれはサル君のため。いつか私のやったことを分かってくれる日が来るはず。きっといつか。私は信じている。サル君は選手としてもいいけど指導力があるので監督に向いているんじゃないかな。将来母校を甲子園に連れて行ってくれるかもしれない。そんな予感がします。ふみのあや。 PS Thank you.
一人でブツブツつぶやいちょられましたよ。おげですか。ああ、20年以上やっちょで。ここは高校生の憩いの場だけんね。顔すかせた男の子が多い。あげあげ、こないだは野球部の監督さんが部員全員連れてきなったよ。試合で勝ったけん祝勝会だと。松井大場高校の生徒だがね。ごめんなさい。この子、あなたの娘ですかね。いとこが結盗難事件、三事件はないでね。シ
惨物騒な事件は あんた何を調べちゃうかね。遊覧船白鳥号のキャプテンだわ。あのさん特に高校生の情報に詳しいでね。私がキャプテン。もう出航の時間だ。話は船で聞こう。高校中は雑談しない主義の。後にしてくれ。旅に来たなら、その。Thank you.
この子かわいいが。佐々木有りさちゃんでしょ。この子のお母さんもタレントしちゃった。あら、そうなの。クルーズはどうでしたか？これでいいんだよ。人が親しくなるには少しの時間が必要だ。同じ空間にいるだけでその人物がわかる。私に尋ねたいことがあったんだろう。でもあなたは、申し訳ないが力にはな、その情報は間違えているな。私が詳しいのは、決勝は松江大場高校、試合は7対1で、初めてホームランボールを取ったんだ。記念だからサインまでしてもらった。気持ちの問題だ。そういえば今年は大場高校が念願の甲子園初出場するかも。投手で4番の松井一太、彼のサイン、覚えてないな。あ、そうだ、思い出した。2年生がたエースが利き腕の右腕を痛めながらも決勝まで上がってきたのに残念だったな。
ああ。
おととい監督とおられた方ですね。監督は体調を悪くして今日は。僕はあだ名で呼んだことも、僕が野球を続けられてるのは監督のおかげな。僕飛行に走りそうになったことがあるんです。監督は野球より人の道を教えてくれます。一流の野球選手になる前に。松井どうした？そのおじさん誰？監督の知り合いだ。失礼な口の。そうです、そうでしたか。15年前の県大会で準優勝したメンバーです。大場。でも監督はその話を。それはあれじゃないだか。松井なんか出張かや。監督はもともとピッチャーだったんだ。決勝戦も先発したけど序盤の大量失点で外野に交代になったんだ。15年前の決勝戦も先発は監督だったそうです。でもそれっておかしくないか。何がだ。監督の投げちょところ見たことない。ああ、右腕を怪我して投手生命を絶たれた。監督の死。僕監督が心配なんです。監督、な、監督、誰もいない教室で考え。昨日は珍しく酒を飲んだらしいね。モンキーミックスっていうバナナ味のカクテルが好きらしいぞ。監督は甲子園に行くまで禁酒する。きっと事情があるんです。何ですか？はい、喜んで。その代わり、監督のことをよろしくお願いします。